はい。今日はですね、特別に、松岡真由美さんをお招きしまして、今日はアニマルコミュニケーションについていろいろね、お話をお伺いしたいと思います。はい、松岡さん、どうもこんにちは。こんにちは。よろしくお願いよしろしくお願います。しまはす。じゃあまず申し訳ないですけど、簡単に自己紹介と、あとはこのアニマルコミュニケーションってことを聞くの初めての方も、私もほとんど初めてなんですけども、そういった方に概略というか簡単なご説明をお願いしてもよろしいでしょうか。い。まず、じゃあ自己紹介させていただきます。はい、すいません。はい、現在、アニマルコミュニケーターをしております、松岡真由美。コミュニケーターの時は、カタカナで、真由美まるっていう名前で、させていただいてます。はい。まるっ丸は、真田丸の丸ですか？て。まるは、句読点の丸なんあ、ですけ句ど点です。わも。かりました。はい。はい。まあ、ちょっといいろんな意味合いがありまして、その丸っていうのは大地ですとか、地球ですとか、あと、和ですよね、サークルっていう意味も含めて、ちょっと名前の後ろに付けさせていただいてます。で、私は、そうですね、アニマルコミュニケーションは、プロとしてお仕事をしだしたのは、ここ数年っていうか、まあ、4、5年になりますけども、もともと、そうですね、20年ぐらい前に、別のお仕事で、アフリカに行く機会がありまして、で、その時に、いろんな野生動物と関わったり、現地のいろんな生活の中で、後にちょっと説明させていただくアニマルコミュニケーションの原点となるような、出来事があったりして、そこからアニマルコミュニケーションという今のお仕事につながっているんですね。で、それと数十年ずっと自分のお家でも犬ですとか、現在は猫もいるんですけども、飼っている中で、そういうつながりからもコミュニケーションっていうものを学んだというか、そういうこともありまして、現在のお仕事になっています。はい、ありがとうございます。あ、なるほど。アフリカが原点になってるということなんですね。そうですね。はい。アフリカと、私が飼っていた愛犬たちの両方のサポートで、ここに今至ってるって感じなんですけども。なるほど。そういった、じゃあ体験の詳しいところはまた後ほどお伺いできると思いますけども。じゃあ具体的にですね、何か、コミュニケーションの具体例か何かありますか？私なんか、昔、猫とか飼ってたんですけど、こういう時は、あ、お腹空いてるなって想像してね、餌与えたりするって感じで、あまりコミュニケーションしたっていうのは、実感ないんですけども、松岡さんのおっしゃるところのコミュニケーションって、何か具体的な例かなんかありますでしょうかね？そうですね。もともとアニマルコミュニケーションっていうのは、すごく特別なことではなくて、なんて言うんでしょう、プロになってお仕事をするっていうのはまた別の話なんですけども、アニマルコミュニケーション自体は誰でもできるっていうか、みんな持ってる能力ね。で、もともと、なんて言うんでしょう、人間も持っていますし、動物同士ですとか、動物と植物とか、もともと持っている能力で、で、ただ、私たち人間っていうのは、なんて言うんでしょう、文明発達ですとか、あと、言葉を使うようになって、あまり必要でなくなったというか、退化しちゃってるだけなんですね。なので、テレパシーっていうものを使うんですけども、テレパシーっていうとすごく大げさな、特別なものに聞こえてしまいますけども、何て言うんでしょう、簡単に言うと直感でしたりとか、ひらめきですとか、あと、日本人の方だと、ご存知だと思うんですけど、阿吽の呼吸とか言いますよね。そういうのも全部テレパシーで、飛んでるんですね。で、そういう能力を使って、
動物と話をするっていうことなので、ちょっとこうやり方が分かればどなたでもできるし、うん、あと、まあ動物を飼ってらっしゃる方は無意識のうちに、だから野中さんも、はい、多分昔猫ちゃんと、はい、気づいてないけどこうちゃんとコミュニケーションされてたと思うんですよ。ああ、そういうもんですか。うん、はい、なんとなく通じるっていうのありますよね。そうですね、うん、それ自体がもうコミュニケーションなので、なので私なんかよく飼い主さんにお伝えしてるのは、もう飼い主さんは半分ぐらい自分の猫ちゃんとかワンちゃんと喋ってますよってお伝えするんですけど、はい、うん、そんな感じでもう皆さんできてるし、はい、分かりやすいのはお母さんと赤ちゃんっていわゆる言葉使わなくてノンバーバルでお話してますよね、うんうんうん、はい、だいたいお母さんは赤ちゃんの言ってることがまあ、全部じゃなくてもだいたい分かるみたいな、はい、感覚と同じで、まあ、あれもそうなんですね。あれもコミュニ、うん、アニマルではないですけど、アニマルコミュニケーションと同じことなので、はい、そういう意味で本当に誰でもできる能力で特別な、なんて言うんでしょう、こうサイキックとかそういうことではないですね。ああ、なるほど。私初めてこのアニマルコミュニケーションって言葉だけをこう拝見したときに、何か、はい、動物ごとにというか、犬なら犬、猫なら猫、イルカならイルカみたいな感じで、特別な、なんか、まあ、音声なりの、なんか、パターンとか、はい、そういった動物ごとの言語のね、文法みたいなのがあるかななんて、勝手に想像しちゃったんですけど、そういうものではないっていうことですよね。そうですね。動物同士の、同じ種同士の、なんて言うんでしょう、信号とか、はい、そういう言語っていうのはもちろん持ってるみたいですけども、はい。それはその方が便利っていうだけであるだと思うんですね。うんうんうん、で、それがなくても実際通じるっていうか、はい、というものではあるみたいですね。で、なるほど。まあ、先ほどおっしゃっていただいた具体例っていうと、そうですね。例えば、まあすごく簡単な質問から深いとこまで動物はいろいろ分かるので教えてくれるんですけど、例えば簡単なコミュニケーションの質問だと、例えば、ま、昔ワンちゃんとお話しした時に、はい、飼い主さんが、好きな食べ物は何か聞いてもらえるっておっしゃって、はい、で聞いた時に答えたのは、みかん、それからいちごとりんごだったんですね。で、まあ、そういう感じで普通に聞くと何が好きって聞くとそうやって答えてくれます。でそれが松岡さんのこの直感というか、なんかそういう感覚が来たんですか。なんかそうですね、例えばそのコミュニケーションの受け取り方っていうんですか、どういう感じで受信するかっていうのは、まあ、いろんな人によってコミュニケーションが、人によってね、はい、違うんですけども、うん、まあ、大体のパターンが、ですね、まあ、イメージっていうか映像がふっと浮かぶとか、うん、ははは、それから、やっぱり、文字が浮かんだり、うんうんうん、その他なんていうのかな、喋ってる音ではないんですけど、はい、こうバーッと喋ってるようにこう頭の中で会話がこう聞こえる、なんか独り言をこう考えてる時と同じですね。なんかこう、私たち人間でもなんか頭の中いろいろ会話してる時ありますよね、一人で。そうですね、はい、ありますね、いろいろね、人に、はい、はい、ああいう感じでこう頭の中で音声ではないんですけどこう会話みたいなのがわーっと入ってきたりとか、はい、それから、ま、私はないですけど、人によっては、本当にこうやって喋ってるように、音でわーって入ってくる方もいらっしゃいますし、うん、あと、匂いですとか。匂いですか。ほうほうほう、まあ、匂いもありますね。あと、なんていうんですか、体の感覚っていうんですか、痛いとか、暑いとか、はい、そういうので、感じる時もありますね。そうですか。そうしますと、最近ね、はい、CNN のニュースとかで、BBC とかニュースで、日本でなんかアニマルのコミュニケーションじゃないな。このなんか、ここに、首のあたりになんかちっ
っちゃい機械みたいにつけて、なんか、犬の言葉の翻訳機とかなんか、報道されてたんですけど、そういうことではないんですよね。そうですね。機械なんか通さずに、あえて、もっと直感というか、そうですね。いろんな形が、はい。うん、感覚で受け取るっていう感じですかね。実際、ああいうのどう思われますか？こういう、ペットショップとかに行くと、日本で売ってるんですかね？こういう翻訳機みたいの。私も実際のものは見たことなくて、試したことないんですけども、はい。どうなんでしょうね。まあ、どういう原理になってるかがわからないですけど、あれはなんかコミュニケーションというよりも、なんか、そういう音の感じから パターン化されてそうじゃないかっていうのをなんか勝手に機械が判断してるって感じですかね。うん、そうですね。多分鳴き声とか返事とか、うん、その言い方で多少はこう区別できますので、あ、なるほど、多分その辺を拾っていくんですかね。おそらくね、はい。音声、アニマルコミュニケーションは直感を使うんですけども、はい、コミュニケーターのお仕事の中ではその直感だけでは、まあ、ほとんど 95% ぐらいその直感でメッセージやり取りするんですけども、はい、一部例えば動物さんだといろんなこうパターンがあるんですよ。表情ですとか仕草とか。表情、はあ、そうですか。でこれはアニマルコミュニケーションというよりも動物行動学から、はい、研究されて、はい、こういう時はイエスのサインだとか、なんかこうノーのサインとかいうのがある程度ワンちゃんと猫ちゃんの場合はこう結構研究されているので、はい、ありまして、例えば、まあ、犬と猫によって違いますけども、例えば目を一回パチリと大きくつぶるっていうのがあるんですけど、これはイエスのサインですとか、はい、逆にそっぽ向く場合は、はい、ノーとか、あとへー、はい、パターンってするのもイエスですとか、はい、なんかいくつかあるんですね。あとまあ、分からないときは首をかしげるっていうのは、これすごくワンちゃんがよくするんですけど。へえ、面白いですね。はい。だからそういうのもちょっと少し取り入れたりしながら、はい、アニマルコミュニケーションをやったりもいますね。ただこういうのっていうのはイエスのクエスチョンでしか使えないので、はい。で、まあ、先ほどの何が例えばどういう食べ物が好きっていうのも結構簡単な質問の方で、はい、で例えば、飼い主さんに何をしてほしいかとか、あ、はい、飼い主さんのことをどう思っているっていう質問をすると、はい、結構その一言二言ではなくて、そこから例えば飼い主さんの日頃のこういう行動を心配しているとか、あとほーし結構何でも分かってるんですね。よく見てるので。なので、で、まあ、最終的には、例えば、パパもこういうことはやめた方がいいよとか、これをした方がいいよっていうところまで答えていたりします、うん。なるほど。そうすると本当に人間のこう感じだけで動物だから分からないだろうなんて思ってることを含めて、結構分かったりしてるんですかね。うん、そうですね。私たちが思っている以上に分かってますし、うん、よく知能はなんか4、5歳、3、4歳ぐらいって人間のって言われてますけども、動物の、はい、ね。だけど全然そんな感じではなくて、本当によく見ています。普通に私たち大人と変わらないように見ていますし、ただなんて言うんでしょう。もちろんその動物としての、例えば子犬と老犬では見てるものも違ったり、はい、子犬としてのその無邪気さとか、子供らしいことを考えていたりもするんですけども、はい、それと同時にやっぱりすごく深いことも考えていますね。特に
飼われている動物たちっていうのはものすごく飼い主さんのことを愛しているので、はい、すごく飼い主さんのことをいつもこう思って見ているというか、うん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 、それが多いです、はい、そうですか。 そこはすごく新しいところで、私にとって。つまり動物にも、まあもちろん猫同士も怒ったり、ね、喧嘩したりするので感情はあるかなっていう感じがしてたんですけど、考える思考もあるっていうことなんでしょうか。あ、そうです、そうです、はい。おお。あの感情はもうもちろん本当に怒りや、はい、あの喜んだり、あと、はい、も悲しんだりもしますし、はい、その辺はもう全く同じで喜怒哀楽はありますし、うん、その上で、あの、なんて言うんでしょう、もちろんあの動物としての、 あの例えばこうしてほしいとか、これが食べたいとか、はい、そういうあの可愛い部分とか、ね、あのちょっとわがままなところも持ってますけども、なんて言うんでしょう、それも私たちと同じで、そういう部分は同時に、あのすごく、なんて言うんでしょう、意外とそこは彼らにとっては、あの表面上はそこもあの必要なんですけど、そんなにこうしてほしいっていうのを望んでることはほとんどないんですね、私が今までいろいろお話ししてきた中で、はい、でどちらかというとそれはオプションぐらいで、うん、あの彼らがいつも思ってるのはやっぱりあの飼い主さんのことが、あの主ですね、飼い主さんが幸せだったり、 あとこう喜んでたり、あと、うん、笑ってたらもうそれで OK みたい なんか、うん、そういう感じで。なるほど、ね、そうすると、まあ、私も含めてですけど、大多数の人間はその動物のそういったなんて言いますかね、飼い主に対する愛情とか気持ちとか思いやりとか、そういったところに気がつかずに、まあ、気がつかないだけでなく、結構、あの、まあ、最近ですと、ね、動物虐待とか、飼ってる猫とか犬を捨ててしまったりとかね、結構、うん、人間的な見方をするとひどいことをしてるんじゃないかな、っていうのを思ったりするんですけど、動物たちの側からすると、それに対して、それに対してもどうなんでしょうかね、こう、怒りとかそういう感情も出てくるでしょうけども、ある意味なんか、達観してるというか、受け入れてくれてるところもあるんでしょうかね。どんな感じなんでしょうかね、そこは。あのまさに今野中さんおっしゃったように、あの達観して受け入れてるっていうのがほとんどです、ね。あ、そうですか。あの、うん、もちろん虐待されることについては、はい、あの嫌ですし、はい、あの恐怖感とかも持ってますし、はい、で、あの本能的な怒りっていうんですか、あの防衛本能としての、はい、うん、はい、そういうのはありますけども、はい、でも例えばじゃあ人間を恨んでるとか、はい、そういう類の怒りはないんですね。あの、なんて言うんでしょう、まあ、恨むっていう概念がそもそも動物にはないみたいで、恨んだりとか後悔するみたいなものはないんですね。その瞬間的な怒りとか悲しみとかはあっても、なので、あの、なんて言うんでしょう、どちらかっていうとそれをも受け入れてるっていうんですか、あの、うん、これは多分、あの、なんて言うんでしょう、そういう、あの、なんて言うんでしょうね、あの人間以外の動物は野生でもそうなんですけども、はい、あの例えばちょっと前に私、あの、なんて言うんでしょう、ちょっと命の話を別の方としていたんですけども、はい、ちょうどやっぱり、あの食べられたり食べることで命をつないでるっていうんですか、うん、で、はい、特に野生の動物たちっていうのは、で彼らはそれを食べられる側も受け入れているというか、あの、ほう、うん、あの、なんて言うんでしょう、もちろんね、あの、なるべく自分じゃない方がいいから一緒に逃げることは、もちろんね、最後まで、はい、動物に抵抗はしますけども、でも、それはそれで、あの、そういうものだと思ってるっていうんですかね、あの、それでライオン、インパラがずっと恨んでるとかいうこともないし、はい、あの、まあ、子供を食べられて、あの、なんていうかな、子供を亡くしたりして悲しんでいる、あの、母親とか、そういう動物はいっぱいいますけども、かといってそれを、その食べた動物、を恨んでるっていうことはないんですね。悲しいっていう自分の気持ちがあるだけで、うん、やっぱりそういう、それが自然の摂理と
言うんですかね。なるほど。そういう感じで受け入れているのと同じで、それが例えば人間に飼われているそういう動物であったとしても、うん、はい、あの、なんて言うんでしょう、大きな意味では受け入れてる感じですね。そうですか。そうするとね、あの、あれですよね、人間は高等生物、あの、霊長類と言われて、万物の長とか言われてますけど、実際人間のね、社会見てみると、もう恨みつらみというか、いろんなこと引きずったり、トラウマとか引きずったり、ずっと憎んでたりとか、結構そういった方って多いと思うんですよね。でも、自分の身近にいるね、いろんな動物が、その次元ではなくて、もっと深い次元で、深くこう受け止めているという、その事実って聞いただけでも何か、あ、なんかこの世界観が広がるというか、素晴らしいですね、なんかね。そうですね、だからそういうことを、あの、アニマルコミュニケーションを通して、あの、いっぱい動物から教えてもらってるんですね。なので、まあ動物だけじゃなくて、虫もそうですし、アニマル。虫もですか、はい。あの、基本的に動物だけじゃないんです。もうすべての生き物っていうんですか、植物でも。はい。あ、植物も、はい。はい、魚でも、みんな同じなので、はい。実際私も虫とか、あの、こんな小さな、魚ですかね、あの、なんていうの、魚だったかな。なんとか、あれ、忘れちゃったけど、もうメダカみたいに小さい魚、一応あの、ペットなんですね、飼ってらっしゃるので。そうですか。ということを話もしたりしてるんですけど、あの、もう全部同じです。で、なんていうのかな、どの子もその状態、なんていうんでしょう、自分のもも生まれ持った運命をそのまま受け入れているので、はい、で、あの、なんていうんでしょうね、人間が一番、多分人間は人間の役割があって、うん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 、という、それこそあの、なんて食物連鎖の一番上にいるのかもしれないんですけども、はい、ただ、ね、どうなんでしょうね、現代のその人間がそこに値するかって言ったらまた違う話になるかもしれないですし、うん、あの、そういう部分を人間は持ってるんでしょうけど、いろんなことで忘れちゃったり、あの、自分の欲とかエゴですかね、うん、それはあの私も含めてなんですけど、やっぱそっちに走っちゃってることが多いので、そういう意味から言うと、うん、やっぱ他の動物たちの方がはるかに、うん、あのすごいですね、あの自分の役割をちゃんと分かっていて受け入れていて、うん、かつなんて言うんでしょう、そのあんまりエゴってないので、やっぱ、うんうん、あの全体の一部としてあの存在しているっていうのがよく分かっているので、なんかそれを全うしているっていう意味で、あの私は逆になんかいつも教えられるし素晴らしいと思いながら、うん、あの本当になんて言うんでしょう、あの自分なんて言うの未熟だなと思いながら、あのすごいな、あの虫一つとってもそうなんですね、はい、なんかそういうことを教えていただいてる感じですね。なるほど。実はこの前ですね、今お話聞いててふと思い出したことがありまして、この前あの、このズームを使って、まあオンラインでちょっと、まあ、ワールドカフェという、まあ、オンライン上の、まあ、カフェみたいなことでやった時あって、その時にテーマが幸せだったんですね。幸せについてみんな話してるうちに、あの、身近にいる猫の話になったんですね。で、はい、ね、猫は普段元気なのに、まあ、病気になってしまって、そのことをきっかけにして、ね、猫とのこの深い対話というか、他の猫同士の対話もなんか関係性も変わってきて、その飼い主の方が自分の内面を深く見つめ直すことができて、あ、自分にこういうエゴがあったなっていうね、そういう発見というか、内省にも結びついたということをおっしゃった方いたんですよね。これまさしく今松岡さんおっしゃったように、動物の存在っていうのは私たちにもう一回自分をこう見つめ直すというか、なんか大切なことをね、教えてくれてるんだって話がこの前出たんで、今すごくリンクいたしました。はい。そうですね。本当にそうなんですよ。特にそうやって飼ってらっしゃる猫ちゃんとかワンちゃんっていうのは、あの、彼ら自身の、あの、もちろん成長ですとか、学びっていうのもですけども、はい、でもほとんどが飼い主さんの、あの、幸せのために、幸せだけを願ってっていうか、その、幸せに飼い主さんが生きていけるようにサポートするために彼らはここにいると思って、ね、それを選んできてるんですね、彼らは。なので、
まあ、病気でもそうですし、何かいろんなことをするときっていうのは、大体飼い主さんに何か伝えたいメッセージでは、うんうんうん、ああ、なるほど。やっぱり、でそれを、まあ、飼い主さんに代わって通訳するのが私のお仕事なんですけども、はい、だから本当に通訳するだけで、それを聞いた飼い主さんがやっぱりいろんなことを見直されたりとか、動物のメッセージ で、うんうん、でよりいい方向に行くっていう、さっきおっしゃった方のように、そう、はい、ちょっと生き方を変えるとか、はい、なんか考え方を変えるとか、そういうきっかけになっていくっていうことをまあ、手助けしてるんですけど、もともとは動物がそれをしようとしてるってことですね。なるほど。そうやって、うん、そばにいる動物が、まあ、言葉が通じなくても、私自身はその言葉を訳してお伝えしてますけども、うん、もうそばにいるだけで一生懸命彼らはそれをなんて言うんでしょう、なんとなく伝えようとして一生懸命発信しているので、うん、それだけでも全然いるだけでも本当に彼らは一生懸命もうヘルプしてくれてると思います。なるほど。その本当に深いレベルでの、その本当にこうメッセージというかつながりを、松岡さんはこう、まあ、直感とかいろんな形でご理解するわけですけども、その先ほどちょっとおっしゃったそのきっかけとなった出来事みたいなこと、はい、もし可能であれば、アフリカで何かきっかけみたいなのがあったんでしたっけ？そこをシェアしていただけるとありがたいですけど、いかがでしょうか。はい。そうですね。アフリカでは、まあ、最初は動物ではなかったんですけども、はい、やっぱり、私はザンビアっていう国に行ってたんですけども、はい、アフリカの中でもかなり田舎っていうか、まあ、貧しい国でして、うん、で、かなり、なんて言うんでしょう、こう、まだ自然がいっぱい残っているところなんですね。で、そこで生活をする、特に私は奥地に行ってたんですよ。なので、はい、原始的な生活をしていたので、そういう中でやっぱり感覚が変わっていくんですね。そうですか。うん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 、こういうなんて言うんでしょう、テレパシーとかいうのも、はい、まあ、もともと持っているもので退化しているだけじゃないですか。それがやっぱりあんまり当時です、20年以上前ですので、まあ、携帯は日本はありましたけど、ザンビアにはまだなくて。ああ、でしょうね。うん、はい。で、まあ、もちろんテレビとかも、テレビはあるんですけど、なんて、私が行ったところは電気がそんなに、なんとかな、あるんですけど、安定してないとこだったり、はい。基本電気も、なんていうのか、オプションぐらいなんですよ。ついてない時の方が多いみたいな感じで。あ、そうですか。はい。はい、うん、結構ガスとか水も不便なとこにいたので、うん、そうするといろんな文明がないとこにいると、はい、やっぱり感覚って本能がいっぱい出てきて研ぎ澄まされてるっていうんですか。なるほど。テレビがこの番組を受信しない代わりに人間の直感がより受信しやすくなるという感じですかね。はい、なんかね。そうなんね、でやっぱ現地の特に奥地の村の人たちっていうのも本当にいわゆるなんて言うんでしょう、まあ、ザンビアは羅族って人はもういないんですけども、はい、でもいわゆるなんて言うんでしょう、電気もガスも水もないような村っていっぱいありまして、でそこで暮らしてる人たちっていうのは本当にもうやっぱ感覚がすごいんですね。なので例えばお天気とかもわかるし、はい、でそれこそ彼らは動物とも何て言うんでしょう、普通にこう対話してる感じですね。なんとなく、ね、普通にもう日常生活の一部みたいな。そうですね。そうですか。意識してとかじゃなくて、でまあ、作物とかもそうですし、何かそういう中にいると何かそれが当たり前に私もだんだんなってきて、自分もそういう感覚が出てきたっていうんですかね。でそういう走行してる時に何て言うんでしょう、当時の、まあ、日記までいかないんですけど、メモをこうつけてるものがあったんですけど、はい、でそれにも残ってるんですけど、私最初にそういう感覚で話をしてたのがどうも風みたいなんですよ。で風とかこの吹く風ですか。
そうなんですよ。で、これを言うとなんかちょっとおかしな人みたいになっちゃうんですけど、あの、まあ、自分でもあのなんていうか、私ちょっと頭おかしいのかな、あの疲れていて、うん、幻覚なのかなって思ってるところも当時あったんですけども、はい、でもなんとなくやっぱり風が話しかけてくれてるように感じていて、でそっから風とこうずっと対話っていうんですか、うん、なんて言うんでしょう、まあ結構あの周りにちょっと日本人もいなくて、はい、現地の方しかいないようなとこにちょっとしばらくいたんですね。で、すごいチャレンジャー、冒険家ですね。で、その時にやっぱり話し相手っていうのがあの、まあ、なかったっていうのもあるんですけども、そういう時になんかこう特に辛いことが結構あったりする時に、うん、あ、もうどうしようかな、日本に帰りたいなとか思っていると、あの風がなんかこうしたらとか、とりあえず、はあ、うん、明日考えようよとか、あのそういう感じで、あのなんていうんでしょう、言葉というよりも最初は本当にふわっとこう、うん、なんていうか、こう顔を撫でてくれるんですけど、それが本当にあったかい感じで、あのほう、なんていうかな、こうハグされているような、はい、あの大丈夫だよってトントンってされてるような感じのが何回も来ていて、そのうちそれが大丈夫だよって言ってたり、うんうんうん、なんかもう一日頑張ろうよって言ってたりっていう感じで、うんうん、あのだんだん会話になってきたみたいな感じですね。そうですか。その環境によって自分の直感がより研ぎ澄まされてきてっていうような感じでしょうかね。うん、はい、でそこから始まって、でなんかあのなんて言うんでしょう、まあ、他の虫、その時は虫ですとか、あのいろんなものともちょこっとずつこうなんて話しかけるっていうんですかね、うん、みたいな感じで始まって、うん、でもそれがアニマルコミュニケーションっていうものとはあの全然意識はしてなくて、はい、あの私は当時は知りませんでしたし、であの後々再あのアニマルコミュニケーションっていうものが分かってから、逆にああのアフリカのもそうだったんだみたいな、全く同じだなっていうふうにあの分かった感じですね。じゃあ日本にいるときはまさかこういった形でアニマルコミュニケーションの、ね、うん、専門家というかプロになってっていう、そこで展開、人生が展開するなんて夢にも思ってなかったわけですかね。そうですね、なんて言うんでしょう、まあ動物はすごくずっと飼ってるし好きなの で関わりがすごく、うん、あの多いので、うん、そういうことをやれたらいいなっていうのはあったんですけども、はい、ま、あのどちらかというとまあ、アフリカにいてる時もそうですけど、人間の命の方ですよね、そちらの方に、はい、あのリレートするこう活動ですとかお仕事をしていたので、はい、まあ、そういうことをやっていくのかなっていう中で、まあ、実際やっていってたんですけども、はい、結局その、まあ、今行き着いて思うのは、それも動物も結局同じというか、うんうんうん、まあ、今たまたま動物に特化しているけども、はいはい、やっぱりあの、うん、やってることはもしかしたら同じかもしれない、命に。あ、なるほど、うん、よくね、その人それぞれ固有の天命とかミッションというのがあって、それはあの人生の中でいろんな形を変えていくけれども、根本のところでは一貫して流れている共通のものがあるって言われますけど、まさしくそうですね、命に関わってらっしゃるというところでね。そうですね。一貫してらっしゃいますね。結局アフリカに行った時にやっぱ教えてもらったっていうか痛感したのは、うん、どの命も同じっていうことと、はい、なんて言うでしょう、私たち人間、なんて言うんでしょうね、私がすごく感じたのは、もう一番弱い生き物だなと思ったんですね。あ、人間がですか。人間が、そうですね。いわゆる丸腰になった時に、うん、何もない、武器もなければ文明もないところでアフリカにポンと放り出されて、はい、まあ、いろんな動物や虫やいっぱいいる中で、うん、人間が一番弱いっていうんですかね。確かにそう言われてみるとそうですね。なんて言うんでしょう、虫とかにも
実際アフリカだと虫が媒体 の, あの感染症とかいっぱいあるので、はい、虫一つにまあ人間って勝てないんだなと思うと、あの本当にあなんか生物としてはあの一番弱いんだなっていう感じが、うんうん、そのままでいると一番弱いんだと痛感して、はい、なんかそうするとあみんな一緒なんだなっていうのと、あのなんて言うんでしょう、やっぱり私たちこうなんて言うんでしょう、ヨーロッパとか、まあ、日本もアジアもそうですし、オーストラリアとかもこう割とこう文明が発達したところにいると、うん、まあ、人間が当たり前じゃないですか、はい、社会が当たり前で、はい、うん、で、なんて言うんでしょう、一部のところに動物がいるみたいな感覚だと思うんですけども、なんかアフリカに行ったらそれが全く逆だったので、はぁ、そうなんですよ、なんかあなんか私たちも何だかな、あの変な意味じゃなくてちっぽけな命なんだなみたいな、あの、うんうん、変わんないんだなっていう感じがすごくして、うんうんうん、本当そうですね。あの私あの、まあ、この前また別の、まあ、オンラインのこのワールドカフェの場で平和について話す機会があって、はい、その時やっぱりこう人間同士がどうするかって話になってくるわけなんですけども、何か欠けてるなっていう感覚がずっとあって、うん、それでその思いがある時にふっとこうね、松岡さんとこうつながりができて、そうで地球はあの人間だけのものじゃなくて動物も植物も他の生命と一緒にいるんだから、平和っていうのは人間だけのトピックじゃないんだなっていうことがね、あの、それで、あ、これはぜひお話聞いてみようというふうな流れで、それも私の直感だったんですけどね。ね、松岡さんのことは私は全然、ね、存じ上げませんで、でも、私の直感がもう、松岡さんと話すっていう方向にもなってたんで、あの、突然で大変失礼したんですけども、このインタビューをね、お願いして、心よく聞いて、ありがとうございます、本当に。いやでも本当にまさにあの野中さんおっしゃる通り、あの私は一応そのなんて言うんでしょう、あの自分のサブタイトルじゃないですけども、あのアニマルコミュニケーションっていうことがあのメインではなくて、はい、アニマルコミュニケーションを通じてそれがあの、まあ、究極は平和ですよね、はい、なのでっていうのを考えているので、あの私自身はその、あのサブタイトルにの動物が暮らしやすい世の中になると、うん、のずと平和になるっていうふうにあの思っていて、それを歌ってあのこのなんていうかなお仕事をさせていただいてるんですけども、はい、結局あの人間も地球の一部なので、うん、やっぱりで今いろんなあの、まあ、人間もそうですけども、いろんな生き物が暮らしにくい世の中になっていて、でも全ての生き物がこう平和に安心して暮らせる世の中になれば、当然そういう世の中ってことは人間の社会も絶対平和じゃなきゃ、うんうんうん、あのなりないので、あの、なるほど、同じことだと思うんですね。なので私は最初やっぱアフリカに行ったりそういう仕事をしているときは、あの人間側からの、この平和っていうんですか、はい、まああの平和までいかないんですけど、私が当時思っていたのはその一人でも子供が幸せになれればって、特にあの途上国 の, あの子供たちっていうのは何て言うんでしょう、で食べることにも困っていたりしているので、はい、うん、そういう意識だったんですけども、それが今はあの同じことを動物から私はアプローチしようかなみたいな感じで。はい、そこに変わっただけでゴールはやっぱり同じなので、そうですね、本当にそうですね、うん、やっぱりこの入り口は違っても行き着くところはこう本当の意味でのこう平和っていう感じですよね、うん、本当にこのアニマルコミュニケーションというのを今日ご紹介していただいて、本当に何かあの私たち人間の生命感をもっと普段気が付いてない根本的なレベルから見つめ直したり、さらに広い視点からあの地球とか平和とかを考える、ね、新しいこう次元をもたらしてくれる、そういうきっかけになりそうですね。あ、実際そうでしょうけども。はい。そうですね。うん、あの本当にあの、ある方がちょっとおっしゃってたんですけども、はい、あの
私たち人間も全ての命、あの植物も含めてですけどね、はい、全ての命からあの食べ物だけじゃなくて、はい、いろんな今世の中にあるいろんなものも全てあのなんて言うんでしょう、そういう命からいただいてるっていうんですかね、命によって流れているっていう風な表現をされている方が、まあ、私の知り合いの方でいらして、はい、でまさにそうだなと思って、あの、ね、あの薬一つとってもあれは動物実験によって成り立つ、そうですね、うん、だから食べ物だけじゃなくていろんなものが、まあ、植物であったりとか、うん、だからやっぱり自分たちだけでは生きていけないんだっていうことをあの自覚して、それでその上で人間ができることは何だって思って、あり方が変わっていくんじゃないかなっていうふうに思っていて、そうですね、このたった一粒の薬の背後にというか、このこれを、ね、作るために無数の動物のね、うん、なんていうか思いとかそこに込められているというか、はい、あちょっともうこれ見方変わってきますね、自分の身近で見かける動物だけじゃなくて食べ物や薬も含めてね、うん、なんか変わってきますね。変わってきますね。うん、なんか、はい、私は昔は虫は苦手だったんですけども。あ、そうですか。結構やっぱピチとかやってたんですか。いや、それもなんか とりあえずあまり関わりがないようにしようかなって。そうですか。はい。だったんですけど、今はもう本当にあの虫も愛おしいですね。可愛くなったりします。今日本当にお伺いして、動物も植物もいろ全ての生命はこの心があるというか、うん、感情や思考も含めてあるということ、特にペットがね飼い主のこと本当に思っていて、まあ、悲しい感情や怒りの感情が出てきたとしても深いレベルでこの受け入れてくれるっていうところとかね、うん、いや非常に目から鱗というか、もう人生観がちょっとすごく揺さぶられた、そういうお話でした、うん、本当にありがとうございました。とんでもないです。で、やっぱり先ほどおっしゃったように、人間誰しも本当はそういった動物とか自然とかとコミュニケーションする力がね、あるということだったんですけど、はい、でも、それがこの文明社会の発展とともに失われてきたと。はい、まあ、まあ、簡単にはいかないかもしれませんけど、じゃあ私たちはそういった動物や植物や自然とコミュニケーション力を少しでもこう、回復するために、何か、少しでも明日からというか今からとか、なんかできること何かないでしょうかね。うん、そうですね、うん、まず一つはやっぱり動物にもそういう心があるっていうのを意識すると、うん、見方が変わるじゃないですか、はい、見方を変えて接すると多分だいぶ違ってくると思うんです。相手も違ってくるので、あ、この人分かってくれるかもしれないとか、動物も分かってくれるわけですか。お、この人分かってるみたいな。そうですね。話聞いてくれるかもしれないとか。どうせ分かってもらえない、言っても無駄だって思ってる部分もあるので、やっぱりこっちが分かるよっていうスタンスでいろんな生き物を見ていくと、ちょっと変わってくるんですね。なので、それがまあ一つと、あとやっぱり人間、とにかくなんて言うんでしょう、直感とか本能とかですよね、それをこう取り戻すっていう意味では、そうですね、今のこの世の社会でできるとしたら一番いいのはやっぱり自然の中にちょっと行って時間を過ごすとか、うん、ああいいですね、そうですね、森でもいいし海でもいいですし、うん、はい、そういうとこで、そういうとこにいるとだいぶこう戻るんですね、やっぱり、うん、なので少しそういう時間を取るとか、あとそうですね、そういう、まあ、ゆっくりし、なるべくその電子機器から離れてというか、まあ、はい、そういう時間を少し持つと、はい、回復してくるというか、そうですね、あとまあ、うん、これはなんか好き好きなので、はい、人それぞれなんですけど、瞑想とかメディテーションですね、はい、そうすると、はい、だいぶ違うっていうこともありますけど、これ、うん、なんかこれ一番ハードルが、なんかね、なかなかすぐできないことなので、ね、まあ、好きな人と、ね、好きじゃない人もいらっしゃるのであれですけど、まあそんな
そうですね。まあ、瞑想もいろんな形があるみたいですよね。この自分のこの、呼吸だけに集中するようなメソッドもあるみたいですからね。できる範囲でできたらいいですよね。そうですね。なので、まあ、瞑想に近いんですけど、散歩とかでもいいんですよね。ああ、なるほど。だから、なるべくこう、なんて言うんでしょう。リラックスして、いわゆる、一番大事なのが、今ここにいるってこと。なので、素晴らしいですね。はい。なので、それができる環境であれば、本当に何をやってもいいと思うんですけども、はい。直感とか、そういう、はい、なんて言うんでしょう、研ぎ澄まされていくと思いますね。はい。動物が教えてくれてる一番のポイントは今ここなんですよ。なので、動物たちは本当に今ここにしか、一瞬一瞬にしか生きてないので、うんうんうん、で、それを多分本来はみんなそうした方が、まあ、はい、人間でも最、ね、ここ近年よく言われますよね、今を生きるとか。はい、そうですね。で、多分そうすると全てがうまくこう、循環するんでしょうけども、はい、それを、ね、できなくなっているので、まあ、そこに戻ることを、なんていうかな、一番身近で教えてくれてるのが動物なんですよ。そうですね。それができ、私はなんかそれはもうアニマルコミュニケーションとは関係なく、もう何十年も前から一緒に住んでる愛犬とかを見てて、はい、この子たちって本当に、明後日のこととか考えてないですし、そうですね、そうですね、昨日のことももう今のことしかわからないので、わからないと考えてないので、はい、生きるってこんなことなんだろうなと思いながら、でもなかなかできないなと思って、でもそれは愛犬に教えてもらったので、はい、それが動物がそばにいる一番の意味なので、ここを意識して生きればと思います。素晴らしいですね。いや、今お話お伺いして、先日見た映画、ドッグズパーパス、まあ、はい、日本で公開されたかどうかわかんないですけど、まあ、犬の生きる目的みたいな風に訳せると思うんですけど、はい、主人公が犬なんですけどね、その犬が、はい、まあ、病気とか事故で何回も亡くなっていくんですけど、亡くなるたびごとに、こう、別の犬に生まれ変わって、また新しい飼い主に出会って、で、また亡くなって新しい飼い主に出会って、で、亡くなって、で、最後になんか、また元の飼い主に出会ったりっていう、そういった生まれ変わりを体験する映画なんですけど、いっぱい何度も生まれ変わって、まあ、生まれ変わり本当ないかどうか別として、何度もそういった体験を繰り返して、犬が悟った命のこの生きる目的、特に犬の生きる目的っていうのは、今ここに生きること。今ここを楽しむことなんだってことを映画の最後に言ったんですよ。あ、そうなんですか。そういう映画があったんでね、ああ、今その話と松岡さんの話がピッとこうつながりましたよね。苦しかったね。それに、やりましたかですかね。いや、多分今始まったぐらいだと思うんですけど、日本では僕らのワンダフルライフとかいうタイトルになってるものだと思います。だいぶちょっと意味は違いますね。ああ、そうですね、なんかね。へえ。そう。それに世界的なね、スピリチュアルマスターの一人と言われている、エクハルト・トールさんという方、まあ、パワー・オブ・ナウとか、ニュー・アースとかいう本が、まあ、世界的にお世話になっている方ですけども、その方も、やっぱり、犬とかね、猫から学ぶことが非常に大きいと。やっぱり動物というのは今ここに意識を持ってきているということをね、私たちに教えているってことをね、おっしゃるわけですね。これ世界中いろんな方が形は違う、媒体は違っても、なんか今ここに生きることの大切さって皆さん少しずつ気がつき始めていらっしゃるというか、それがこのニューアースというか新しい地球へとこう向かってるっていうことでしょうかね。そうですね。ね、よくもう未来も過去も今の連続でしかないって言いますよね。だからまあ頭では分かっていても私たちなかなか、できないですけど、本当にそのために身近にそういう子たちがいるので、はい、動物だけじゃないですけど、ちょっと昨日セミの話になった話があって、やっぱ、はい、ね、セミなんて7年
あの地下にいて、うん、で、まあ、あの土から出てきて7日ですよね。はい。その7日を一生懸命なんて言うんでしょう、生きてるっていうか、うん、なんて言うんでしょうね、本当にだから、うん、生きるってその結果なんて言うんでしょう、最後こうなったとか結果こういう人生だったっていうのはあるかもしれないですけど、うん、それはあのなんとかの ストーリーとか長さではなくて、本当にその一瞬一瞬の積み重ねが、はい、そう並べた時にそう見えるだけのことなんでしょうね。そうでしょうね。うん、長いとか短いとか動物か人間か植物かなんてことを表面的で深いところでメッセージをいろんな形で私たちは本当受け取ってるはずなんでしょうね。うんうん、そうなんですよね。だからすごくあのなんて言うんでしょう、 ある意味だからこのお仕事もあの楽しいですし、うん、あのどちらかというともう私があの学んでる感じですね。あの動物から本当にあの、まあ、飼い主さんへのメッセージではあるんですけども、あの本当に動物からいっぱいいろんなことを教えてもらってる感じで、はい、あの本当にありがたいというか、あのそういう意味でもすごくあの楽しいお仕事です。え、それ本当にこう画面通じてですけど伝わってきます。はい、いや本当に今日はありがとうございました。このビデオをね見た方本当に、いや、松岡さんの話聞いて、もっと身近な動物をね、あるいは植物を大切にしようとかね、はい、あるいはもっと、うん、それこそ今ここに意識持って、もっとね、なんか感じてみたいとかね、はい、あるいは動物や植物だけじゃなくて、もっと身近な自分の家族とか友人とか会社の人間とのこのコミュニケーションのあり方もね、こう変えるすごくインパクトのあるお話だったんじゃないかと思います、今日ね。本当にどうもありがとうございました。うちの方こそありがとうございました。はい。